創世の戦を止め、ルシエナとアイギナを撃破し、帝都フレアベルクの戦いを制した王国軍はついにブロンキア入城を果たした。城門からは長い上り勾配の城郭が続き、その頂にあるブロンキア城は岩山の高台にそびえ立っている。天を掴んとするその漆黒の山城は別名黒曜城と呼ばれ、神聖ブロンキア帝国の部位を示していた。いち早く城内に撤退した遠征ガルカーサはブロンキア城の守備を配下に任せ出撃。城内の軍勢を従えながら城郭を下り、勢いに乗って進撃する王国軍を自ら先陣に立って迎え撃たんとしていた。陛下、城内に王国軍が侵入しました。アイギナ隊が体勢を立て直すまで時を稼ぐ。出撃する、ついてこい。はWe'll be right back.
これが最後です。剣を収めなさい。すでに断ったはずだ、王女よ。さあ、かかってくるがいい。
アイギナか。お待たせいたしました。陛下はお下がりください。今こそ陛下から受けたご恩をお返しいたします。さあ今のうちに。あとを頼むぞ。はい、行きなよ。残存兵力で攻撃をかける。陛下のために時を稼ぐのだ。みんな私に続け。王女ユグドラ率いる王国軍、姉の仇取らせてもらう。おい、あいつ死ぬ気だぞ。気をつけろ。やるしかないのね。Thank you.
相手に並んだ。
せでした。私たち姉妹を見捨て亡き者に仕立て上げた報告を。王国が打ちのめしてください。撤退を始めたぞ。後を追いましょう。
そのブロンガってのヨハイム芸家が亡くなる前に教えてくださったの。カルカーサは魂の解放という儀式を行い、太古の怪物かつて世界を暗黒に陥れた天国の魔竜ブロンガの封印を、じゃああの占いのばあさんが言ってたのはこのことなのか。ブロンガが完全に復活すればもう誰にも止められない。その前にガルカーサを止めなければ、でない取り返しのつかないことになってしまうわ。あいつ化け物かよ、まだ動いてられるなんて。勝負はついていない。わかるか、目覚めし力が俺を飲み込もうとしているのだ。なんだあいつ、すげえ殺気だ。ここにいてもピリピリするぞ。彼はブロンガの狂気に魅せられているのよ。
戦いで傷ついているはずなのに、なんという迫力だ。まだ逃げるだけの力が残ってやがったのか。出てもねえな。ガルカーサはこの中へ入りましたが、どうする、オーカ。彼はおそらくブロンガに自らの命を捧げるつもりよ。その命を礎にすることでブロンガは復活を遂げ、千年の時を超え世界には再び暗黒の時代が訪れると。何としても阻止しなくてはなりません。行きましょう。 Thank you.